の出場になったルクイからペチュニク1人かわしてふわっと上げてターゲットは久富、折り返したのがヘディングシュート、シュート、栃木先制点。西矢開始10分ほぼ一方的に攻められていた栃木がワンチャンスで点を取りました。そうですね、今のワンチャンスでものにしましたね。まあ栃木の好調さというか、それを表しているような得点ですよね。ファーで今久富が競っての折り返しでした。ペチュニックから1人さばいてというところ、これ大外ですよね。はい、でヘディングが一体榊翔太のヘディングが阻まれたんですが、そのこぼれ球リバウンドを押し込みました。西矢4試合ぶりの得点、これが通算